おはようございますいつもメッセージありがとうございますまあ、この動画はですねある方からのメールに対して返信の動画なんですけども今回は一般公開でさせていただこうかと思いますまあ、よってですね どなたから来たのかという、こういう名詞はちょっとここで省かせていただきます。えー、今回ですね、N 国党の立花隆さんのおこの紅白歌合戦の裏側ということでね、えーまあ、この URL とおーそれについての見解、コメントお、まとめをね、いただきましたけども、そうなんですよね、NHK の紅白歌合戦って随分前から多くの方に知られてるんですけども、どうやって決めてるんだと。お裏でお金が動いてるんじゃないか。もしくは、 あ女性との、ね、関係がいわゆる枕営業って最近ではよりますけどねああいうものがあるんではないかということなんですけどもこの枕営業って昔からあるんですよねすっごい昔からあるんですよ特に子役に多いんですよね、えー、お子さんとかをどうしてもテレビのタレントにさしたいとかね映画に出したい時にそのお子さんの保護者の方ねお母さんとかが事務所に自分の体を持って、えー、売り込んでいってでうちの子供を出してみたいなことで、ね、やっていくとかっていうのは あるそうなんですよまあこれ都市伝説系かもしれませんけども大体芸能っていうのは昔あの要するに何とか工業とか言ってね、えー、いわゆるわ今でいう反社会勢力みたいな方とよく結びついていて、えー、始まってるんですようんで今それがねあの巡り巡って NHK も電通に支配されて、えー、結構 NHK としてもね本来やりたい業務ができないということになってるんですよねうんで要するにね組織ってトップが変わると組織全体が変わるんですよ うん、あの今ね多くの方が考えてるのは NHK の職員さんが悪い人ばっかりで不正をいっぱいしててみたいな風に思ってますけどそうじゃないんですよね。トップが変わることによってトップから命令されたことを従わずにいられないんですよ。 例えばね月給200万とか300万って言われるいわゆるねブラック企業とか中小企業零細企業っていう部類に入ると思いますけどもこういうとこですら上司に言われたことに反抗するのはかなり難しいんですよ内部告発もかなり難しいんですよこの辺はですね空飛ぶタイヤっていうドラマが今ねアマゾンプライムでありますんで無料で見れますんでこちらね中村徹さんが出てるのがあるんですけどこれを見ていただいてもよくわかると思うんですよで皆さんが現実お勤めの会社 あの直属の上司係長とか課長クラスになってやっぱりねあの物申すことが非常に難しいと思うんですよね逆に自分が役職で部下から何かね、えー、提案されたり提言されたりとかしたら自分が自分の決定が否定されたようない気がしてなんとかねこの部下の提案を退けようと思っちゃうところもあるんですよね。そのの最たるものが NHK 上司のものはあ、上司の命令は従えないっていうところがあるんですよね。だから上司が不正をやってても、あそういうもんなんだって従わざるを得ないと。命令でやったんだからというね。これ、ミルグラムの実験かなんかであったと思うんですけども、命令されたら人は自分の善悪を考えずにね、命令されたから仕方なくやるのはしょうがないんだっていうふうになってしまう。そういうふうなね、心理状態もあるんですよ。うん、そうなんですよね。権威に、そして肩書きに我々は弱いですから、これはね、心理的に仕方がないんですよね。仕方がないこの圧力が働いてるんですよ。相当なんですよ。 自分たった一人で生きていけるっていう強さがあっても弱みを握られるってことに関してはかなりねきついんですよねでしかも NHK ってのはあの会長がね、えー、海老沢会長っていうのから今変わってですねかなりですね、えー、その利権体質が強くなってきて、えー、給料が上がったんですよ高い給料をもらえばその給料をかなぐり捨てて会社の不正を正そうっていうふうなエネルギーがなくなる要するにこれが職員の奴隷化なんですよあらゆる企業で起きてますけども月給20万とか30万ですら この社会なんですかね労働者の奴隷化ってのが簡単に成功するのに月給で1,800万とか1,900万とか2,000万近くもらっている役職もしくは平でも。 八百万とかね一千二百万とかもらってる職員さんになってみるとこの給料金繰り捨てて自分の家族を放り出して正義のために貫くってのは本当に美しいのかなっていうふうに思っちゃうんですよねまあそういうところがあるんでなかなか責めにくいところはありますけどもただそういう事情を考慮した上でやっぱりね NHK にはきちんとした組織になってもらいたいという立橘さんの思いもありますしそれは私も同じなんですよこういうふうなあことが横行しているそれをねあの民意が許すんだったらいいんですよ世の中ってはそんなもんだと あの女性が枕営業するのも自分の若さとかね体を売りにしてのし上がっていくためなんだとかねそれとかあ利権をもとに、えー、いろんなね癒着をもとにね成立させていく世界があるっていうのもこれは力の世界だからしょうがないんだ自由競争なんだって思えばそれはいいんですよでも多くの民意を持ってる方っていうのは自分に、えー、そういう力がないからあの半ばね妬みで正義ってものを振りかざすところがあると思いますで私がどちらかに触れるというとやっぱり NHK はね受信料を払うに すする会社でてほしいいなと思います特に NHK の私ね、アニメーションを高く評価してるんですよ。昔ね、あの、名犬ジョリとか、小時間物語とか、あと、輸入品ですけども、大草原の小さな家とか、あいいドラマは結構あるんですよ、テレビとかね。私一番好きなのは、不思議な海のナディアなんですけども、あれのね、続編をやってほしいなと、NHK エンタープライズさんにお願いしたいぐらいなんですけどもね。まあ、NHK ってのは、そういうふうに公共性の高いもの、確かにあるんですよ。そして、教育、福祉にかなりね、傾倒している予算に関係なく、 予算というかあのスポンサーの意向に関係なくああいうことができるのはやっぱりね民放では難しいところだと思うんですよ。民放では数字を取るために24時間テレビでさえいろんなやらせとか台本が必要になってくるんですよ。だからああいうのをなくしたかったら視聴者がもう視聴率が0.1でもできるようなねその0.1に向けて放送できるようなあ公共放送っていうものを維持していただいてでですね国民感情をね魚でするような。 そんな放送するとか、あともう完全に誘導が入っているようなね、そんなコメントが入りまくるとか、で、双方向じゃなくって、一方的な発信ばかりになっていくとか、そういうのではなくって、喋、えー、り場みたいにね、読者の意見とか、視聴者の意見を反映するような番組であってほしいなと思うんですよ。えー、はい。で、立花さんに話を戻りますけども、ここまでのことをして、殺されないかなっていうようなね、ことはあるんですよ。確かに今までも、ね、似たようなことをしてね、この利権に取り組んで、 殺されてしまった人って結構いるんですよねうん、私はねあのずっと政治やあ国際間のこういった圧力を見るに多くの方が本当にこういう意味でね正義のために命を落としているんだなと思ってるんですよねはいでは動画のまとめになります私たちは何をもって正義とするか家族を守ることが正義なのかそれとも社会通念上の誰にもね恥ずかしくないような社会を作ることが正義なのかこれはねすごく大きな課題だと思うんですよ 家族を人質に取られてそして言うことを聞かなければひどい目に遭わせると言うことを聞けばこんなご褒美があるよって言われたらなかなかね自分の中の正義ってものの基本もいるんではないかなと思うんですよ。うん、皆さんいかかがお感じでしょうかということでメッセージありがとうございました。えー、こんなな返信になりまましした失礼します